ホタル外ケ駅。ホタル外ケ駅は、大阪府豊中市にある、阪急電鉄、阪急及び、大阪高速鉄道、大阪モノレールの駅。駅番号は、阪急が、HK-47、大阪モノレールが12。阪急に3つある、大阪モノレールとの乗り換え駅の一つで、阪急宝塚本線と大阪モノレール線、本線が接続する。 1997年に大阪モノレール線が延伸して大阪国際空港、伊丹空港に直接乗り入れるようになり、延伸区間内にホタルガ駅駅が開業すると阪急側の駅も2003年から急行が停車するなど他社線との接続駅として線内での重要性を次第に増してきた。また、延伸開業以前は空港連絡バス、路線バス、 タクシーなどに頼っていた空港利用者が当駅で乗り換えてモノレールで空港に向かうことが増えたため空港へのアクセスルートを構成する駅としても重要性を増している大阪梅田駅大阪空港駅間の移動において阪急線と大阪モノレール線を利用するルートは定時制や頻度運賃において空港連絡バスより優位に立っており空港に向かう交通手段として 当駅経由のモノレール、阪球線の利用を呼びかける広告も両者に見られる。なお、モノレールによる空港アクセスが一般的になった後も、徒歩などでアクセスするにあたって、ホタルガイケ駅が空港もより駅としての価値を保持し続けているとの見解もある。阪球ホタルガイケ駅の開業は、宝塚本線開業の約1ヶ月後のことである。駅名は、 駅の外れにある池の名称にちなんでいるが、池としての蛍樽ヶ池は、駅から北東に約400メートル離れている。当駅付近は古くは、浅田藩、浅田県青木市の領地であり、本来なら、駅名として、浅田とするのが適当であるが、駅名が、浅田では、面白くないという、藩球の創業者、小林十三の意向でより適切な駅名を、検討した結果、 当時のホタルの名称、ホタルガイケを駅名に関することとなったのだという。その後1947年、昭和22年には、駅周辺の地名も駅に倣って、ホタルガイケとなった。大阪国際空港へは当駅から阪急バスが乗り入れていたものの、長らく急行の通過駅であったため、空港連絡は片ばかりのもので、 大阪モノレール開業6年後の2003年8月30日より、休行、快速休行、即休行は2006年に休止、休行に置き換えが停車を開始したことで、空港連絡駅としての停載をようやく整えた。大阪モノレールは大部分で、中央環状線に沿うように走っているが、中央環状線から外れる柴原、現、柴原半台前駅大阪空港間で、 用地買収が難航したため、大阪モノレールのホタル外家乗り入れは大幅に遅れ、1994年9月から約2年半の間は、柴原駅が終着駅であった。大阪モノレール、ホタル外家駅を含む区間が開業したのは当初、開業予定の1991年から遅れる、こと年の1997年4月である。 2015年3月21日のダイヤ改正では、平日の朝に運転されていた、当駅を通過する重量編成の通勤急行が廃止され、朝ラッシュ時に、梅田方面からの優等列車で当駅を通過する、列車の設定がなくなった夕ラッシュに運転される、特急日清エクスプレスは当駅を通過する。これにより、という中で後続の各駅停車への乗り換えを、 余儀なくされていた大阪空港利用者の手間が解消された。宝塚方面から運転される新設された通勤特急は重量編成で運転されるため、当駅は通過となる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。京上駅舎を持ち、駅舎内には改札口が1カ所とコンビニエンスストアの アズナスエクスプレスがある。ホーム有ー校長は8両編成分であり、10両編成の列車は停車しない。朝ラッシュ時の一部時間帯に当駅に停車する下り有導列車が設定されていないのは、その時間帯の下り有導列車は10両編成で運行されているためである。以前は、阪急電鉄の停車駅案内や駅名表に、大阪国際空港前という副駅名が見られた。 その後、関西国際空港開港後に一部で、大阪空港前という案内に変更され、2004年以降は、大阪空港前というアナウンスもなくなり、大阪空港へはモノレールに乗り換える、旨の案内がなされるのみとなっている。2019年9月下旬までは、駅名表には副駅名の表示をテープで隠した跡が残されていたが、隣の駅が、 石橋石橋販売前に解消されるのに伴い、駅名標も新しいものと交換されたため、当駅が大阪空港の最寄り駅であった痕跡は見られなくなった。1995年の協定駅舎、共用開始以前は、改札内に構内踏切が存在していた。この構内踏切は隣接する一般の踏切との距離が近く、 改札内外への不正通行を防ぐため両踏切の間の軌道上には突起状の触り物や注意を促す看板が設置されていた。島式ホーム一面二線を有する高架駅。改札、コンコースは2階、ホームは3階にある。改札口は1カ所。阪急の京城駅舎及び複合商業施設、ルシオーレとは改札と同じレベルで連絡する。 大阪モノレールにおける他社線との乗り換え駅では、モノレールの駅は接続路線のものに対して垂直あるいは斜めに配置されることが多いが、当駅は阪急蛍ヶ池イケ駅に横付けするようなレイアウトになってり、大阪モノレール線内では唯一の例である。コンコースには椅子や机が清涼飲料水の自動販売機とともに置かれている。大阪モノレールでは、 この設置スペースをモノドリンクと称している。近年の1日の乗車、乗降人員数は下表の通り、駅南方約400メートルの地点には個人宅のための踏切が存在する。大手私鉄では極めて珍しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。